あ、石ころさんだ。うん、珍しい。珍しい。嬉しい。ぜひ聞いてください。聞いてください。あ、すごい。あ、じゃあ早速始めますか。はい。コメントも読んで。はい。じゃあ行きます。じゃあ行きます。はい、開いてます。はい。はい、タニーの月が見える箱庭、皆様ハイタイ。時刻は夜25時を回りました。この番組は金曜日の夜更かしをコンセプトに番組をスタートしています。 MC は私タニーとミキさんのマナミンさん2人でやっていきます。はい、でこちらは FM ギノワンの収録放送となっております。収録の様子はツイキャス YouTube アーカイブでお楽しみいただけます。リアルタイムではご家庭のラジオ、車のラジオ、スマートフォンアプリリスンラジオなどにてお楽しみいただけます。公式インスタ箱にはアンダーバー527、もしくはFM ギノワンのメールアドレス797@fmginowan.com にてメッセージやリクエストをお待ちしております。ご自身の好きなタイミングでドリンクとフードを持ち寄って約25分間お楽しみくださいということでやっていきます。はい、よろしくお願いします。すごい、なんか今日ツイキャスがすごいスタートしてから、ね、収録スタートしてからコメントがめちゃくちゃ来てるですね。ありがとうございます。すごい、石ころさんめっちゃ久しぶりに来てる気がします。はい、真面目に仕事しながらサボってます。いいですよねラジオって聞きながらできるから ね、いいですよね。最近それをよく言われます。なんかこの来た方に、うん、でもラジオってなんかそうやってなんか作業しながらできるからいいですよね。そうめっちゃいい、うん、そう、カーブボーイさん、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございますか、わからないけどウケる、まなみちゃんの声ですね。で、ひころさん、夜中だから眠いけど聞いてるぜっつって、お、おき合わせてくれてすごいすごい、沖縄大好きさん、お、すごい、最近ツイキャス参加できなくてすいません、お久しぶりです。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん続々と。そう。で、こっちでもなんか、なんだっけ、インスタライブの方もちょいちょい見てくれてて、ありがとうございます。いいですね。はい。そう。でもトークテーマがないんですよ。ゆるーく。ゆるーく。やっていきましょうか。やっていきましょうか。はい、ちなみに、そっか、このリスナーさんの中で、個性が、トニーさんがわかる人っています？石ころさんくらいですかね。そうです。石ころさんが、何だったかな。そう。ね、もし、次の、ツイキャスまで付き合ってくださるのであれば、全然、プチ個性診断やりたいなって思います。はい。会いたかった。ありがとうございます。私も会いたかったです。そうそう。そうなんです。あ、待って。はるかさんがトニーちゃん聞いてますよ、ありがとうございます。そう、今度の、木曜日、あ、違う、もうこの放送が終わってる頃か、そう、12日にはい、コラボするはじちさんの、そうそう、受講生卒業生のはるかさんが聞いてくれてる、嬉しい。そう、例えばこの前のあれどうでした、はじちさんのすごかったですよ。最後すごかったです。なんか最初は皆さん緊張されてて、なで、なんかとりあえずね、そのはじちさんから習うきっかけみたいなのを、まあ、一人ずつ紹介したりしたんですけど、でその後に一瞬、あ、何話そうみたいな。でも、その2時間やったんですけど、前半1時間やっぱ皆さん緊張して、で後半の1時間に行く、そのちょっと間の CM の時に、ちょっと質問も、あ、お悩み相談もいいですかみたいな感じのコメントが来て、でそこからなんかお悩みをちらちら言ってくれる方がいて、
なんかあの、ズームで参加してくれた、結構なんか、あ、もうどんどん相談して、みたいな感じだったので。一人いましたもんね、ズーム参加の方が。で、しかもその方が最初がっつり、その最初のお悩みの人のやつをめっちゃ見てくれて、うん、で、そこからその次の質問に行った時に、うん、もうスタジオの中にいるみんなが、フリーディング始めるみたいな。あ、すごい。すごい光景でした。へえ、でもやっぱあれですよね、この投資リーディングって手法でもその人の価値観が違ったりするから、うん、見解が違うっていうか、へえ、なんか、うん、なんか皆さんね、感じ取る部分がそれぞれ違うので、なんか私はここに違和感感じ、なんかここをこう感じた、私はここにこう感じたみたいな、なんか違う、うん、まあ、それはなんか全部、ね、それぞれ間違いとかはないうん、あ、確かに、そうですよね、その人の考え方みたいなやつだからってことですよね、すごい。お、なんか沖縄山大好きさんがまたトニーさんとお会いしたいっす。カーブボーイさん、なんかあれなの、好きなものを食べながら飲みながらっていうワードもうなくなって、いや言いましたよさっきちゃんと言ってますよ、ちゃんと、ね、あ、でもちゃんとそのワードも聞いてくれていいって嬉しいです、ね、あ、嬉しいそう、あの今日そう、なんて言うんだろう、カンペがなくて、うん、そういつも持ってきたり持ってこなかったりで、はい、今日は持ってこなかったので、はい、頭の中ででもちゃんとあれは言うようにしてます、うん、ね、いいですよね、そう、最近の僕のなんだ報告、番組を始めて4ヶ月になる、おー、そっか、私が3ヶ月だから、1ヶ月、そう、1ヶ月違いすごい、すごい早いですね、早いですね、もうそんな経つんですね、そうなんですね早い、そうそうそう、もしよければツイキャスのコメントの方で生年月日書いといてください、うん、後で分析してみます、はい、ね、皆さんぜひぜひお願いします、うん、そう、何の分析って言われるかもしれないから一応そう、あの ISD 個性心理学っていう生年月日でその人の個性を、うん、あの導いていいところをあの骨ちぎるっていうことをやってます、うん、お、ありがとうございます、あって沖縄大好きさんやりますね、はい、引き続き参加お願いしますそうそうそう、なんか、あ、すごい、めっちゃ来る、あ、皆さん続々と来ました、ありがとうございます、あ、そうそう、次のあれでやり、次の回でちゃんとやります、皆さん、あの来週分の お待ちください、はい、そうそう、っていう感じで話すと思いますので、そう、うん、そう、で、あの、何でしたっけ、初めて、あの、なんていうんですか、この投資リーディング、はじつさんがたまに収録してる時に、うん、この目つぶったりしてから、やったりするのは見てたんですけど、実際に、なんていうんですか、あの、がっつり皆さんが、なんかこの投資リーディングしてるところを見たことはなかったので、がっつりは、うん、なんかすごい、あの光景がすごくて、なんか、あ、こんな風にやるのみたいな、なんかはじちさんが投資リーディングやってる時、うん、なんか探してる気がするんですよね、なんかこうやりながらみたいな、ね、そんなイメージが強いです、なんか急に始まるんです、あのこの前のはじちさんの収録した時に、うん、こんな話しましたかね、なんか私おばあちゃんの話して、うわー、おばあちゃんの話、おばあちゃんが急になんか目つぶって、みたいな、おーって言い始めたから、おーみたいな、すごい、へーっていう、なんかね、なんかスイッチオンオフが、ね、あ、そう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 してたんですけど、多分周波数を揃えてってことですよね、うん、で、あの時に多分周波数合わせてるんでしょう、ね、そうだと思います、すごい、待って、コメントが、うん、めっちゃ来てる、なんか現在、あ、やばい、現在の俺の状況なんだっけ、左腕と頭以外筋肉痛どういうこと、そんな俺をまた占って分かりました、うん、カーブボーイさん、キティちゃんと全く同じです、だからあの猫もそうですよね、キティちゃん50周年ですよね、すごい、そっか、カーブボーイさんのお祭りのようですねキティちゃん今やっすごいじゃないですか、あ、確かに確かに、はい、あ、確かにそうだ、一緒に祝われてるみたいな感じ、お、沖縄大好きさんから、これは宣伝していいのかな、はい、今週の大好きを叫ぼう FM
宜野湾那覇那覇のパーソナリティもやっているシンガーさん奥間雄一さんをお迎えしておしゃべりするつもりっす。うん、この、はい、これ話していいのかわかんないんですけど、うん、奥間雄一さん、はい、私の同じ大学の、うん、ゼミの子がいるんですけど、はい、でこの子も金秀で働いてたんですけど、うん、企業目指したけどいかんそういました、奥間雄一さん、そうめっちゃそうそう覚えてます、そうそうそう、あすごい、そう、そういうだからそうがあってだからなんかすごい歌手目指してるんだってよっていうのを大学生の時からずっと聞いてて、うん、すごいなぐらいで思ってたのに、うん、急になんかその奥間雄一さんっていうワードが最近出てきて、うん、ああの人じゃんみたいな、あすごい活動してるみたいなっていうのがありました、はい、で多分ちゃんと喋ったことはないんですけど、そうそうそう、じゃあその時からまあ歌の活動、あそうそうそう、してました、そうされててみたいな、だから多分私が大学卒業して5、6年になるので、うん、それくらい前から名前と顔だけは知ってる、意外とあれでしたね、イケメンですよね、顔整ってる、私顔ちゃんと見たことないんですけど、あそうですか、はい、でも名前はよく聞きます、だからね、そうすごいなと思ってな、またそんな方をゲストで確かに確かに確かにすごい、おかっちゃんさんが、はい、タニーさん、まなみ、リスナーの皆さんこんばんちょい、ありがとうございます、続々ありがとうございます、ありがとうございます、やっぱり沖縄大輝さんが、大好きさんがめっちゃイケメンです、ちょっと後で探してみます、ぜひぜひ見てみてください、はい、ありがとうございます、あ、かっちゃんさんこっちからも来てる、インスタもライブ、すごいありがとうございます、なんかこの前もそうでしたよね、そう、うん、あれだ、投資リーディングの話で、はい、みんな見えるもの受け取るメッセージが違うから面白いですよね、はい、で来てます、おそうありがとうございます、うん、嬉しい、そうなんです、もしね皆さんもちょっと気になれば先週のその特番の様子 YouTube にも上がってるので、特に後半を見てほしいですお悩み相談、あれですよね、あちゃんさんが出てきたぐらいの、そう多分私その時にいなくなったんですよ、ちょうど、ね、タイミング多分そこら辺ですよね、そうあいると思う最終的に浄化もしてましたよ、へえ、しかも遠隔じゃないですか、あその人は県外の方だったので、その人とかなんか、そうだから遠隔でできるっていうのもすごいなと思って、ね、そう石ころさん、トニーさんのゲリラライブはいつですか、ゲリラライブありますか、いつかやります、でもちょいちょいやってますよ、インスタライブ、そう、私の ISD の受講生と一緒にやったりして、はい、カードリーディングとかたまにやってます、ですごいこんな時間になってますもんじゃあちょっと一旦曲を挟みましょうか。なんだっけ。ショーですかね、あれですね、ユーミンだ。ユーミンの。ユーミン。あ、違う。後だ。すいません。後です。そう、最近またユニバがね、なんだっけ、ミイラのやつやってるってことで、ホラーナイトやってるっていうので、そう。後のショーお願いします。あ、そっか、ハロウィンの季節ですね。そう。今年もこの歌で踊ってました、番組が。あ、そうなんですね。そう。かっちゃんさん、生年月日送っといてください。後でまとめてやります。うん、来週分の放送で。この後撮るやつすごい、でも皆さん、たくさん。嬉しい。送っていただいて。夜に穴を掘らないと。何ですか、これ。あ、多分ホラーナイトをかけてるみたいな。いいですね。なんか今日元気ですね。ねえ、みんな今日元気ですね。うん、ありがとうございます。うん、なるほど。火曜日の方がみんな聞きやすいのかな。ねえ、火曜日一応今10月からは生放送始まるんですけど、9月は番組がないので、だから聞きやすいのかな。なんていうんですか、やっぱ生放送、
あそっか。収録が被るとどうしてもあれじゃないですか。そっかそっか。そういうことか。そこかなみたいな。あ、みんな、あの、あれだ、今日は、あの、仕事をゆったりタイムで楽しんでる。雨も降ってるし。確かにな。昨日の雨もすごかったですよね。すごかったですね。確かに。今日もよんなよんなゆっくり。行きましょう。行きましょう。この前、この番組で、FM議論。あ、なんだ、階段からお兄さんらしき人が降りてきたんだけど声かけそびれた。あ、そうなんですか。今度ぜひね、はい、機会があればぜひぜひお声掛けください。出ないじゃないですか。確かに恋愛占いは違う。恋愛とはちょっと違う。そう相性は見れるんですか。相性って、相性はなんか若干見れます。そう、でもなんかそのいい悪いとかではなくて、なんか友達感覚でみたいな。そうそうそう。ああ、なるほど。そうです。とか人としてそもそも合うかじゃないですけど、なんかこうなんていうんですか、この性格がみたいな感じ。そうジョニーさん、俺いかつい顔してますが声かけです。ぜひぜひぜひ。自分もでも意外と声かけにくいって言われます。あ、そうですか。そう、あ、じゃあそろそろ、はい、コメントもねたくさん来てるので、じゃあ行きますね。はい、はい、お届けした曲はアドのショーでした。すごい、なんか今日いつも以上に、はい、コメントが来ている。盛り上がってますね。ありがとうございます。そう、みんなちょいちょい、あの、あれですね、生年月日を送ってくださっているので、来週分の、あの、放送でちゃんとやっていきたいと思います。はい、そう、ラッキーですね。そう、すごい、ありがとうございます。インスタライブとかでもじゃあそういう感じでやったりしてるんですか。あ、してますしてます。こう、ただちょっとそのインスタライブのデメリットがあって、はい、インスタライブをしてると調べられないので。そっか。そう、なので知ってる人がいたらなんかちょっと喋れたりとかするんですけど。そうそうそう。あ、もちろんもちろん、石ころさん送ってください、ありがとうございます、うん、そう、ただ30分っていうあれですごい、あの、なんだ、情報が、あの、なんだろう、出せるわけじゃないので、相性はもしよかったら、あの、イベントの方で遊びに来ていただけると嬉しいです。あ、そうですね。はい、ぜひ、じゃあそのままその流れでイベントの告知、はい、しますね。そこで会えるのか。そうですね。はい、待って、いつだっけ、思い出した。直近が、9月14日の土曜日に、読谷村の地域復興センター、ユンタ市場のお隣なんですけど、そこでウチナーマルシェっていうイベントに参加します。で、ウチナーマルシェ自体が14と15で開催されるんですけど、私が、14日の方だけで出展してます。で、同じ感じで個性心理学やってる方もいて、そうなのでどっちでもでも一応できるんですけど、あの、私の方でよければぜひ14日の方に遊びに来てください。お願いします。で、次会えるのが19日、9月19日の木曜日。こっちがいつだ、あ、違う、どこだ、あ、沖縄市の産業交流支援センターっていう名前だったかな。ファイアオの近く。ファイアオの近く。で、はい、あの、ルポフェスタっていう、大人の秋祭りっていう名目でイベントをやってるんですけど、なんか40ブースぐらい来て、キッチンカーも結構いる、うん、はい、いるっていうことで。木曜日です。すごい、木曜日にそんな40ブースみたいなイベントがあるんですね。はい、あります。そうそう、結構大きいイベントであるので、そこで、この時は、コラボで出展させていただくんですけど、うん、このアユスリ個性心理学の赤ちゃん向けに特化した赤ちゃんと餅っていう、この個性分析ができる方がいるんですけど、その方と一緒にやろうっていうことになってやってます。なので、14日と19日
14日が読谷村、19日が浮名市で、あのイベントやってるので、そしたら会えます。はい、でそこでじゃあ詳しく、そうですね、もっと聞きたいみたいな、そう、もっと聞きたいっていう方は、うん、ぜひご参加お願いします。ありがとうございます。こんな感じ、あ、すごい、なんかすごい喋ってたら、はい、時間ないと思ったけど、うん、6分くらい。あれあれですね。うん、すごい。あ、待って、石倉さん、私と誕生日が近い。でも、この前見たんだよな。あ、そっか。すごい。私も天秤座です。でも、面白い。特徴まで書いてくれて。着てないのに、着ぐるみを着てると言われがち。あー、なるほどね。こういうことね。こういうことね。そっか、あ、そうですよね。なんかと、石黒さん年下と思ったけど、そっか、違うのか。うん、あ、そうそう、上。あ、なるほどね。トニーさんからしたら結構また離れてるんじゃないですか。そうですね。16ぐらい離れてる。16ぐらい離れてる。16ぐらい離れてます。多分。計算ができない。そう。でも最近あれですね。なんか台風来そうですか、もしかして。そう、今週末、それこそ多分この放送が流れてる頃にはなんかちょっと近づいてるんじゃないかなみたいな話を聞きました。なるほど。ついにですよね。あ、怖、なんか秋の台風って怖くないですか。なんか勢いが、勢力が強いって、めっちゃ強いで、しかも3連休じゃないですか。あー、そっか、確かに。そっか、なんか去年の台風戻ってきたじゃないですか。なんかあの台風もう最悪なことしか覚えてなくて、なんかもうあれでした、友達とか知り合いからパン置いてるみたいな、スーパーで働いてたからパン売ってるみたいな、もうずっと来てて、うちパン屋じゃねえみたいな。そうですの、そうパン屋じゃない。そう、なんかあの時もなんかお店午前中だけ開けますみたいな言われて、最初その15分前まで閉めますって言われたから二度寝しようとしてたのに、開けるってみたいな、開けるってみたいな、急いで出勤して、結局帰ったの夕方の6時で、そう。で、この時まだ社員だったから、パートさん全員休みにして、もう社員3人4人で回すみたいな。懐かしい。そう。でも今カープボーイさんのちょっとコメント見てはって思ったんですけど、あ、本当だ、いつも油まみえの花火の時に台風ね、そう、確かになんかわかる気がします。なんか去年もそのなんだろう、そうですよね。なんかこの私がこのもともといた職場が結構このなんだろう、違法駐車の場所になりやすくて、あのコンベンションから近いから、そうで、あのすごい厳重体制で、この、違法駐車を取り締まるみたいな感じで、対やってたのに、結局、その、中止になって、中止になって、翌日に流れて、みたいななったけど、でもその中止になった30分後にめっちゃ虹出て晴れてるみたいな。で、マジかーと思って歩いてたんですよ、帰りそこら辺を。そしたらなんかその中止になったのがわかんないけど、払い線に爆音で油波を流してる車がいて、めっちゃ頭いいみたいな。私の友達も